コンビニ感覚で亡くなった一人目の人がいて、はあ、でもう二体目、こっちがもう僕さすがにびっくりしたんですけど、はい、村田ラムのリアル現場主義、やー主義。さあラムさん、はい、まあ、やっぱりラムさんといえば、はい、あの次回というのもねあると思うんですが、はい、まあ今年もう 4、5回行ってますからね。でなんかあの噂によると、樹海の最新情報があると聞いたんですけども、はい、そうですね、樹海で亡くなってる人はこう釣って亡くなってる人が多いんですけど、うん、まあ、大体の人はこう自分で家からこうロープを持ってきて作ってこう亡くなってる人が多いんですけど、なんかあの樹海で亡くなる人って、ええ、ロープの結び方綺麗ですよね。なんかね、ロープの結び方の方を持っているっていうのを僕3回ぐらい見たことありますね。ああ、じゃあやっぱりだいぶ研究してるんですね。そうですね、だからもうすごく律儀というか丁寧にやってるって感じですね。はい、だからその律儀さと真面目さゆえにっていう人もいるんだろうな。そう、しかも意外とロープの結び方の方にあの釣りの結び方乗ってなかったりするんですけどね、あのその結び方はちょっとみたいな感じで、あら、応用力は試されるんですね。そうです、そうです。まあそんな難しくないですけどね、ぐるぐるぐるって何個もやってキュッてこう体重がかかると締まるようにっていうやつですね。はあ、はあははあ。なんかまああのロープとかとも近いから、その結び方を覚えればできるとは思うんですけど。あ、確かにのロープの結び方に似てるかも。そうですね。一旦こっちを引いたらギュッて締まるので。だからこういうやつですよね。そうですよ。ぐるぐるぐる。なるほど。向こうも吊るし首やりますしね。あのイメージがあって、日本もこう樹海でも上の方に一体死体がぶら下がってるっていうイメージがこうあるんですけど、はい、あれはあの死刑だから上の方でぶら下げてるだけであって、だ要は周りに見せたいからですよね。そうです、そうです。なんか樹海で亡くなってる人は大体下の方で亡くなってて、足ついてる人が多いんですけど、座るような姿勢で腰だけ浮いてたらいいですもんね。そういう人がほとんどですね、うんうん、っていう話をしてたら、僕久しぶりに見つけた最新の遺体は結構高い位置で亡くなってて、まだ20代の人でしたけど。え、高い位置？うん、なんかね、上の方にロープをかけて、多分木を登ってガンと落ちたんだと思うんですけど、うん、多分ね、本当にこれぐらいの位置に足があったんで、だから真下から見ると本当にあのタランティーノの映画みたいな画角で見えるっていう、本当風がちょっと強かったんで、なんかくるくる回っては反対側に回ってっていうのを繰り返してるような感じで、本当にタランティーノですね。そうですね、ちょっとおおっていう感じだったんですけど、ただそれは若かったし、ちょっとそんな高い位置でっていうのは珍しかったんだけど、まあとはいえ普通の釣りではあったんですよ。見つかりたかったのかなとか、見つからないようにしようという意識がそこまでなかったのかなとかも思って、まあ、もしくはもう首吊りといえばこうドンみたいな、だから高い位置で亡くなるのが首吊りだと思ってる人は高い位置で亡くなっても全然おかしくないので、まあそういうことかなと思ったり、まあその答えは出ないけど、まあ納得はできるんですけど、うん、最近見つかった釣りしたりが、僕ちょっと納得できないなっていう。え、ラムさんが？うん、ちょっと僕がびっくりしたんですけど。いや、だってラムさんなんかもうあまた見てるじゃないですか。そうですね、かなりたくさん見てるんですけど、僕も初めてだったし、僕と一緒に樹海に行ってる K さんっていう人も初めてやったっていう。まず1体目が樹海に生きて首吊ろうとするんだけど諦めて帰っちゃう人も結構いるんですよ。だからロープだけ残ってるところは結構あるんですね。ああ、まあ自主的にもうやめようってなったんですね。そうそうそう、だから未使用のロープが意外と樹海にはあるんですよ。でそのロープで死んでる人がいた、うん、だから人がセッティングしたロープでそれで亡くなってる人がいたんですよ。ああ、自分じゃなくて。そう、自分じゃなくて誰かが用意してくれたのを使って、しかも踏み台も使って亡くなってる人が一人いたんですよ。それってあの人のセッティングしたやつでなくなってるっていうことは、うん、あったロープとか踏み台が、うん、その人が用意したってわからない。だからその人が用意したんじゃないってことですね、多分。ということは、そこで誰かなくなってるんですか、もうすでに。そこは1体目はなくなってなかったですね。多分、本当に誰もなくならず、ロープだけ放置されてて、そこで死んでね、その死に方もね、ポケットに手突っ込んだままひょいってなくなってて。なんでその人が用意したものじゃないっていうのが分かったんですか？
あ、ものすごい前からそこにロープあったんで、そのロープは。なるほど。だからまあ、なんか何パーセントかはその人がものすごい前に用意したかもしれないけど、おそらく違うっていう。そっか、過去に何回も行ってるから、ある日行ったらそのロープで死体があったからびっくりしたっていう。へえ。ちょっと謎じゃないですか。自分で用意してないですよね。そう、自分で用意せずに来てポケット鉄子のままひょいって死ぬっていうコンビニ感覚で亡くなった一人目の人がいて、はあ、でもう二体目、こっちがもう僕さすがにびっくりしたんですけど、かなり前に見つけてた遺体でオタクっぽい人が亡くなってて、でなんでオタクってわかるかっていうと、その服装とかもちょっとオタクっぽいんだけど、そういうことじゃなくて、なんか抱き枕を持ってきてて、ちょっとエッチな絵が描いてある抱き枕を2つ持ってきてて、でそれを最後の多分慰みにして亡くなってたから、ちょっと印象深い遺体だったんですよ。でそれが亡くなってどんどん骨になって、今も頭蓋骨が下に落ちてるだけみたいな感じのなってたんですよ。でそれを見に行ったら、そのロープで死んでたんですよ、新しい人が。しかも下に前死んだ人の骨があって、それ踏んで死んでたんですよ。で前亡くなった人の荷物をなぜかね焼いてて、でその人のロープ使って亡くなってたんですよ。だからなんかお焚き上げみたいなことですかね。わかんないんですけど、ただめちゃくちゃ気持ち悪くないですか、他の人が亡くなったロープにで死ぬのって。いやまあ、てかそもそも用意をせずに樹海に行く感覚がちょっとわかんないですね。ただなんか K さん曰く、細いロープが落ちてたから、自分で持ってきたのは細いロープで、樹海歩いてたら遺体があって、そのすごく太いちゃんとしたのがあったから、あ、こっちの方がいいじゃんと思って釣ったのかもしれないねって K さんは言ってたんですけど。あ、でも確かにそこで、まあ、亡くなった方がいるわけですから、ええ、あ、このロープは信頼性があるなっていうのはなんかわかりますね。あ、そう思いました。そう、も同じこと言ってて、ほうほう、あ、なんかさんと同じって言われたらすごい嫌ですけどね。そうそう、同じ思考回路なんですね、パンダくん、ダンくんは。うわしまった。そう、だから成功してるロープであるから俺も成功する確率が高いんだろうと思って釣ったの J はないだろうかっていう計算説なんですけど、ただまあどっちみち答えは出ないですけど、すごい、なんかすごいなっていう、僕の中ですごいなっていう気持ちになったんですけどね。ああ、なるほどね。でもそんなね、なんか他の人が用意したので亡くなるっても2回連続ってすごいレアですね。すごいレアですね。今まで1回もなかったのが急にポンポンと出たんで、で一番怖いオチは K さんが、うん、ということはいろんなところに作っておけば、うん、って言ってたのはすごい怖かったですね。犯罪かな、大丈夫かなって、タコツボみたいな感じですか。そうです、そうです、こう罠をいっぱい、こういっぱい作っておいたら。さすがですね。さすがですよね。それがやっぱり僕も樹海歴は長いですけど、かなりびっくりした出来事でした。はあ、いろんなのがあるんですね。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。やる現場主義でした。バイバイ。